はい、どうも、タクタクです。シャローやっていきましょう。3日目でして、まずは、監禁者の安全確保、犯人の目的を阻止。こっちからというか、犯人の目的を阻止することについて考えてみよう。犯人は有村さくらを自殺に追い込んだ人物を特定し殺すことを目的としているようだ。これを阻止せねばならない。だが、これについていろいろ気になることがある。昨日の会議で俺は、牧島を罪人として吊るし上げて犯人に何らかのアクションを起こさせる予定だった。しかしあれだけ牧島の不審な点を剥き出しにできたにもかかわらず、それらしいアクションは何一つなかった。このことから考えられる説は何だろう。犯人は教室内にいない。牧島が犯人である。犯人の目的は別にある。ほうほうほう。犯人は教室内にいない？例えば犯人が教室にいないと考えるのはどうだろう。確かにこれならば牧島を吊るし上げても犯人がアクションを起こさないかったことに説明がつく。だが教室内に犯人がいないとなると犯人はどこにいるんだろうか。まさか監禁者の中か。いや、しかしモニターを見ている感じ、向こうがこちらの様子を分かっているような気配はない。なるほど、それ以外の第三者ってことか。だがこれも考えづらい。だとしたら教室内で何かイレギュラーがあった時、直接対処ができなくなるというデメリットがある。なんか違うな、考え直すか。違うんだ。となると牧島が犯人である。犯人の目的は別にある。これかな。犯人の目的は別にあると考えるのはどうだろう。例えばそもそも犯人の狙いが有村さくらを自殺に追い込んだ人間を特定することなんかではないとしたら、そもそも自殺してないのでは。なんせ今回のこの会議で有村さくらを裏切った人間を特定するにはあまりにも難易度が高すぎる。教室から出られない、外部に連絡もできない状態では有村さくらについての情報が何も得られないし、しかも時間も3日だ。どう考えても証拠をつかんで犯人を特定するのは不可能だ。この説は 案外的を得ているかもしれないな。考えていて一番しっくりくる。ねえ。ならばこの説を補強するための根拠は何だろう。監禁場所の特定。この会議のルール。有村さくらの衣装。誰か、確か裏切られたとかっていう内容だったな。その衣装根拠。なんか違う気がするな。考え直すか。あ！すいませんでした。これむずいな。ここまではいいでしょ。監禁場所の特定、特徴、この会議のルール。この会議のルール。違いますね。はい、そうです。違うんです。外出禁止っていうのは正直その気になればいつでもそうになられてしまう。それを防ぐなら教室を出られるのよね。物理的に出られないようにすべきだ。そうであれば極端な話、教室を出ればそいつを殺すとか、それくらいはあってもおかしくなかった。だが教室内にいる俺たちには全く被害がない。これじゃこの状況に耐えられない。誰かが最悪教室を抜け出してしまうことも十分あり得る。これだけ用意周到な客で、これについての対策は監禁者たちの殺害予告だけで抑止するというのは爪が甘すぎる。ならばこれを踏まえた上で犯人の本当の目的という謎のものだったろうか。あったなわけね。クラスの人間関係の崩壊、監禁者たちの抹殺、牧島に対する報復。監禁者たちの抹殺なんじゃないの。そうだ、おそらくこれだろう。つまり犯人はあえてルールに穴を作ることで意図的にルール違反を行わせて、監禁者たちを抹殺する口実を作ろうとしているのではないだろうか。そう考えると犯人が牧島が明らかにおかしな発言をしたことに対してアクションを起こさなかったことにも説明がつく。こんな会議を開いたのは有村さくら自殺という事件を利用して本来の動機から目を背けさせるためだろう。ってことは、なるほどなるほど、見えてきたぞ。こう考えると犯人の理想形もいろいろ見えてくるな。よし、ここまで考えられればもういいな。犯人の目的を阻止することは関係者たちの安全確保をすることと同義だ。じゃあこの件はもう考える必要がない。メモから消しておくか。ってことは、あとはマッスルにお任せすればいいんですかね。犯人への罠へ導こう、動こう、ほう、あと もう一息。はい。なんか、ボロボロだけどね、俺の推理は。犯人への罠行きましょう。犯人への罠について考えてみよう。犯人の本当の目的はおそらく三日月たちの抹殺だ。ならば、これを踏まえた上で犯人に罠を仕掛けなければならない。一番手っ取り早いのは犯人をでっち上げてしまい、そいつを殺してしまうことだろう。条件にいろいろ合致しているのは牧島だな。あいつを罪人として死なせてやればいい。ならば、牧島にこの件を実行してもらうよう交渉に行くか。交渉を成功させるためには、牧島の性格をよく考えなければならない。ここには、気をつけよう。
マキシマにこの件を実行してもらう。まあ、要は死んだふりをしろっていうことなんですかね。換気扇の安全確保。まあ、これでマッスルにお願いするんでしょ。もう初めて言え、教室から出ることができない状況だと、シャワールームへの干渉はほぼできないだろう。つまり塩素ガスの物理的な阻止は現状不可能。ならば三日月たちをあの場所から脱出させるしかない。内部から脱出が不可能ならば外部から助け出すしか方法はない。この件については俺一人じゃ無理だろう。確実に信頼できる人物協力者のことは重要だ。初めへの協力を要請した。あとこの件を実行に移すこと、なんだが、犯人の本当の目的はおそらく監禁者たちの抹殺にある。だとすれば、これこそが犯人の目的阻止となるだろう。はじめには直接三日月たちを助けに向かってもらいたい。ならば俺はあいつが教室から出るにあたって自然な状況を作らなければならない。犯人への罠を仕掛けられれば、この件は解決できそうだ。まずはそっちを片付けてしまおう。ということは、何かアイコンが出ていない。ああ、でもあれか、先生か。先生に話しかけて、クス君どうしたの？さて、マキシマを利用してやるか。先生、トイレ行きたいんですけど。え、またなんか良くない？いいじゃないですか。腹痛いんですよ。漏らしちゃって。もういいんすか？違う意味で大惨事になりますけど。俺は社会的に殺す気ですか？もう分かったわよ。全くめんどくさいわね。なんだ、だんだん本性を隠さなくなってきたな。やはりこいつは犯人じゃないだろうな。お願いします。ほら、さっさと行って、君以外にトイレに行きたい人はいないんだから。いなかったんだから。好都合だ。俺以外誰もトイレに来なかった。誰か来た場合は全員戻るまで個室にこもるつもりだったが、そんな必要も なかったな。マキシマに交渉を持ちかけるなら今だ。さあ、どういう風に行こうか。女王に訴える。ハッタリで脅す。まあ、ハッタリで脅した方が良さそうだな。さて、マキシマ先生、そろそろ腹を割って話しましょうか。はあ、何言ってんの。なあ先生、あんた今回なんで犯人に従ってんの。それは栗原さんたちが危ないから。違うでしょ。あんた先祖のためにこんなことを従うタイプですか。どっちかと言ってたらそんなこと気にせずすぐ警察に連絡しちゃう人ですよね。バカ言わないでよ。そんなわけないじゃない。隠さなくていいんすから。俺知ってますし。は、な、何を。あんたが犯人に従わされてる理由だよ。弱み握られてんだろ。まあハッタリなんですけどね。でもうこいつがおとなしく犯人に従うっていうのは少し不可解だ。こいつは人のためにこんなことをできるタイプじゃねえ。証拠は。知ってんなら言ってみなさいよ。俺に言わせんの。だってそんなのないもの。ああ、そう。じゃあいいっすよ。いっそは次の会議であんたの弱みってのを全部言ってやりますよ。そしたらみんなあんたを殺す動機ができちゃうかもしれませんね。え、ちょっと。いいんすよね。なんもないんでしょ。だったらあんたは罪人にした上で全部話してやるよ。あ、みんなもさ、今回の事件にあんたが協力してるってことが分かったら、決心つくかもしれないですしね。ちょっと待ってってば。ハッタリって思ってるなら別にいいじゃん。せっかくあんたにチャンスを与えようと思ったのにな。交渉の余地もないなら黙ってみとけ。じゃあな。分かったわよ。何が？何が望みがあるんでしょ。早く言いなさいよ。そんなに慌てないでくださいよ。ちゃんと計画はあるんで。俺はマキシマに自分のメモを破いて渡す。破いて？これは？あんたがやる内容だ。タイミングは今日の会議の最中。必要なものは書いてある。十分用意できるだろ。マキシマは内容に目を通す。本当にやるのこれ。ああ、それしかない。それさえやってくれれば、あとは俺が何とかするから任せておけ。信じられないけど、だけど、たかが高校生のあんたに何ができるっていうのよ。俺の前歴知ってんだろ。こういうのは得意なんだ。でも、やらなければあの件を暴露するだけだ。他に道なんてねえと思うけど。分かったわよ。じゃあ頼みますよ、マキシマ先生。はあ、まったく。マキシマへの交渉は完了した。こいつがうまく作戦を実行してくれれば、この件は成功だ。そうなれば、あとは俺が会議中にうまくやるだけだ。さて、マキシマ、頼むぜ。これでいいのかな？これで？もう一回メモかな？会議に行っちゃっていいんだ。よし、入りましょう。まあ、セーブもしたし、またやり直せるよね。失敗前提でやるな。全員が教室の中心に集まり、会議の準備を整える。最後の会議ね。どうします？それは分かりませんよね。つうか、もう結論出すしかねえんじゃねえの。今日はもう犯人が分かるまで続けるべきだろう。せやな、それしかないか。
とは言っても怪しい人間なんていないだろう。いや、いるだろう。まずは、まず昨日怪しい発言をした牧島、それと気が合ってた深見、あとは何度か遊んだことのある榊グループの連中だ。それはそうだが、もうこの中から決めるしかねえだろう。いや、だからそれはもう早計なんて言わせねえぞ。時間がねえからな、決めるしかねえよ。ちょっと待ってよ、私もその中に入ってるの？当然だろ、遊んでたんだよな。そうだけど、前も言ってたけど、そんなに仲は良くなかったんだよ。そうだよね、前。まあ。ほら、だから裏切り者としては不十分だって。いや、待て、榊、今少し言葉が詰まったな。お前、何か心当たりあるんじゃねえの？そんなことないって。嘘つけ、お前何かに気づいたな、言えよ。それは、榊口をすぐむ、否定をしないあたり何かあるようだ。榊、本当に何か隠してるのか？待って。そこで急に、牧島が割って入る。牧島先生、どうしました？みんなに謝らなきゃいけないことがあるの。いきなりなんだよ。実は犯人って私のことなのよね。先生、一体何を？黙っててごめん。実は昨日有村さんと電話してたって言ってたんだけど、その時私言っちゃったのよ。学校辞めてまで私に頼ってこないで、もう関係ないからって。それって、私、実は彼女のいじめのこと知ってたのよ。それで彼女のいじめについて相談に乗ってて。マジかよ。なんて黙ってたんだよ。死にたくなかったからよ。全部、保身のため。じゃあなぜ今更？自分が情けなくなったからよ。私が名乗り出れば、この事件は解決するのに、保身のためにみんなを巻き込んでるってことがね。私は人を傷つけすぎた。深見さんや三日月さんのいじめにも気づかなかったし、それが解決したことすら知らなかったのよ。さすがに自分が嫌になるわ。だからその、せめてもの罪滅ぼしにさ、こうくらいはかっこつけさせてもらおうかなって。どういう意味ですか？こうさせてもらうのよ。牧島はカッターナイフを取り出した。ちょっと何やってんすか？いいのよ、私が罪人なんだから。私が死ねばあの子たちを救えるでしょ。牧島先生、待ってください。止めないで。違うんです、本当の犯人は私なんです。どういうことや。私は本当は桜がいじめられてること知ってたんです。でも彼たちに逆らうのは怖くて見ないふりをしてた。本当なのかそれ？うん、桜と遊びに行ったこともあったって言ってたでしょ。その時に連絡先を交換してて。んだよそれ、どっちが罪人なんだよ。榊さん、いいのよ、さっきも言ったでしょ、私が犯人だって、罪人だって。だから先生。牧島は自分の服に向かってカッターを刺し、牧島はそのままその場に倒れた。なんてことを。近づくな。だがとりあえず保健室に連れて行った方がいい。緊急事態だ。これは不必要な教室の外出には入らない。それに犯人は罪人を特定したがっている。たった今名乗り出た榊にも話を聞かねえと犯人も納得しねえだろう。これをルール違反と判断されたら何のための会議なのかわからねえ。ここでガスを作動させたりなんかしたら犯人の方からルールを破ることになる。そうか。はじめ、この中で一番力のあるお前が連れて行け。わかったな。ああ。はじめ、わかってるな。頼むぜ、相棒。わかった。はじめは牧島を抱えて教室を出て行った。ここまでは計画通りだ。犯人への罠は完了し、まんまとそれにかかった。こいつは成功だな。必要行動、犯人への罠完了。さて、ここから俺の仕事だな。とっとと犯人を指名してやるか。なあ、もうええやないか。牧島先生が犯人やって分かったんやったら、こんなん終わりやろ。ですけど、最後に榊も罪人だって言ってましたよね。あれの内容聞かないと犯人も納得しないんじゃないですか。ねえ、前さっきのどういうこと？おい榊、ごめんなさい。実は私、桜を裏切ったの。どういうことだ、何があったんだ。私ね、本当は桜と電話とかメッセージでよくやり取りしてたのよ。だからあの子がカレンたちにいじめられてることは知ってたの。だけど私はカレンたちと揉めるのが怖くて気づかないふりをしてたのよ。そんな、ごめんなさい。ずっと言おうと思ってたんだけど、殺されるって考えると怖くって。でも、榊、本当か？じゃあなんで名乗れたんだ。だって私が言わないせいで牧島先生が死ぬことになるなんて見てられなかったのよ。だが牧島も電話で自分は関係ないとか有村に言ったんだろ。じゃあどっちも同罪じゃん。あれ多分牧島先生の嘘だよ。退学後に桜と連絡取ってたけど、そんなこと言ってなかったから。はあ、じゃあなんで私たちを助けようとしてくれたんじゃないかな。
そうか、牧島先生のカッコつけさせてって言葉の意味が分かったわ。そんな、じゃあまさか自分を犠牲にして。うん、そうだと思う。だからごめん、みんなごめん。榊は泣きながら謝り続ける。そんな姿に教室中の連中が戸惑っているようだった。マヤ悪くないよ。うん、私が悪いの。だから殺して。いやだ、そんなの無理だよ。できないよ。みんなはそんなことしないよね。ね。これであの4人を処刑する材料を。ってことだよね。つまりね。結局殺させなくするっていう。ってことは、やっぱ榊なのか？渡瀬は泣きながら榊をかばいつつ懇願する。なんだよ、これ。教室中の誰もが榊を殺すことに対してためらいを覚えた。この状況、とても誰かを殺せるような空気ではない。だとしたらこの気持ち悪い空気をぶっ飛ばしてやろうか。ん？おい、クルス。え、クルスくん。なあ、榊。ぐっ！俺は榊の腹に蹴りを入れた。茶番はやめろ。おい、クルス、お前何を？くっそつまんねえ茶番に付き合わされるのはうんざりなんだよ。そろそろ本音で話そうや。何を言って？お前が今回の事件を起こした犯人だろ、榊舞。俺の言葉に教室中が凍りついた。マキシマはおぶって俺は廊下を走っていた。これ初めのパートだね。確か今日はどんな状況でも三日月たちを助けに迎えて行ってたよな。たく、一体何を考えてるんだよ。この状況でマキシマ放っておけるわけないだろう。ちょっと早く下ろしてよ。え、マキシマの声。いつまでおぶってんのよ、まったく。え、あれ先生平気なんすか？当たり前でしょ。あんたクルス君から聞いてるんじゃなかったの？ん？どういうこと？演技よ、演技。こうやって教室を抜けて私たちで監禁されてる三日月さんたちを助けに行くの。あ、そういうことか。そうよ、乾くん。聞いてるんじゃなかったの？いや。何それ？あの子も適当ね。え、じゃあ先生も？そうよ、急ぐわよ。教室でクルス君が時間を稼いでる間に三日月さんたちを救うの。おう。しっかりしてよ。あの子たちを救えなかったら私がやばいんだから。あ、わかりました。先に職員室でシャワー室の呼びかけを入手するわよ。急いで。ほう。なんとかこっちはなりそうだな。必要行動。監禁者たちの安全確保完了。必要行動全完了ということはもう、このまま事件解決まで突っ走るだけ。安心して見ていられる。俺が。ミス操作しませんから。おい、クルス、どういうことなんだ？今回の事件の黒幕はこいつだって言ってるんだよ。そんな、なんで、そんな言いがかりを。そうだぜ、クルス。それはさすがに、どうなんだよ。こいつは罪人なんだろう。だったら犯人が探していた人間じゃねえか。犯人なわけねえだろう。それが犯人の計画だよ。今回の事件で一番疑われないのが罪人として選ばれた人間だからな。それだけで前が犯人って決めつけてるの？そんなの言いがかりじゃん。適当なこと言わないでよ。バーカ、根拠ならあるに決まってんだろう。じゃあ行ってみなさいよ。いいぜ、長くなるからよく聞いとけ。まず今回の犯人の目的はそもそも有村さくらを自殺に追い込んだ人間を探すことなんかじゃねえのさ。なんだって、じゃあ一体何のために監禁してる三日月たちの抹殺だよ。はぁ？あいつらは単なる人質だろ？じゃあなんであいつらだけあんなに厳重に監禁されてるんだ？どういうことだよ。俺たちはルールで教室からの不必要な外出が禁止されてるとはいえ、その気になればいつでも逃げ出せるぜ。逃げ出せる。これおかしいと思わないか？何が言いたい？つまりこれは意図的にルール違反を俺たちに押し付けるためのものってことだよ。考えてみろ。そもそもこのルール、三日月たちを救えるルートってどれだけ存在してると思ってる？携帯は禁止、外出も禁止の状態で有村さくらを裏切った人間を探せってほとんど不可能だろうが。もしこの状況で誰かを罪人として吊るし上げるんなら少なくともそいつが自白する必要がある。だが自白した人間はルール上死ななきゃならねえ。どう考えても限界まで否定し続けるだろう。なら断定するには証拠がいるが、それはかなり難しい。確かに。なら誰もが最終的にこう結論づけるはずだ。この教室を出て行って直接三日月たちを助けに行こうってな。これが今回犯人が思い描いている結末の一つだ。じゃあなんで榊や牧島先生は罪人だと名乗り出たんだ？お前の言い分だと名乗り出るはずないってことだろう。牧島には名乗り出させたのさ。俺がお願いしてな。え、じゃあ、そうさ、ようやくわかったか。お前を名乗り出させるためだよ。まさか自分以外の人間が罪人に名乗り出るとは思わなかったんだろう。今回お前は自分を犯人候補から外すために罪人となる必要があった。それを牧島に先を越されたもんだから焦ってあの場で名乗り出るしかなかったんだよな。なあ、アクス、お前は何罪人、
アクス、お前はもし罪人がいたら本当にそいつを殺したか？それは。他の奴らもそうさ。お前ら罪人が名乗り出たところで人なんて絶対に殺せねえだろ。そりゃな。ちょっと待って。じゃあ犯人が狙っとんのは、そう、自分が罪人となり犯人候補から外した上で解禁されて、監禁されている三日月たちを 罪人を殺せなかったというルール違反の制裁として殺す。これがこの計画での犯人の理想形だ。違う、私はとぼけんじゃねえよ。そもそもお前の言動はいろいろおかしかったからな。何がよ。まずお前は真っ先に有村さくらと交友があったことを発言していた。こんなの自分が罪人候補の一人だと証言しているようなもんだ。あれじゃあ会議が難航した時お前が一番に疑われる。それも計画のうちだったんだろう。だがその直後に深見が有村と仲が良かったことが分かったり、牧島が妙な発言をしたせいで、まずはこいつらの疑いを晴らすように努めた。こいつらの疑いが晴れさえすれば、おのずと罪人は榊かもしれないという流れになる可能性が高いからな。本当はここからお前が罪人であるということを他の人間に推理してもらうことが一番理想的だった。しかし会議が長引いたことで最終日の今日に名乗り出るしかなかった。あと俺が最初にお前に疑問を感じたのはお前の発言の真のなさだ。真のなさ。一日目では自分から牧島を疑うような発言をしたくせに、二日目にはまるで手のひらを返したかのように牧島はかぼったろ。さすがにあれは不自然だった。要はさ、お前は軸がブレすぎてんだよ。会議中、お前にはまるで感情を感じられなかった。声は荒げていたが、心の内は死ぬほど冷え切ってる。それがお前に感じた印象だ。そろそろ本性を見せろよ、榊舞。榊は沈黙する。周りの連中もそんな榊の様子を静かに見つめている。そして、クルス君。あ。大正解暴力振るわれた。突然榊は俺の顔面めがけて拳を放つ。くそってー。はーい、みんな動かないでね。動いたらシャワー室のガス作動させるから。ま、前どうして。相変わらず鈍いね、あんた。クルスが今全部言ってくれたじゃん。天然もほどほどにしてよ。嘘だよね、嘘だよね。うざい、喋んないでくれる。まいったく言ってーなー。あんた頭は回るくせに体は鈍いのね。あれくらいは避けなさいよ。うるせえな、喧嘩は慣れてねえんだよ。おい、これは一体。アクス君、びっくりした。これが私なのよ。あ、でもそんなにいつもと変わらないかな。えへへ。おうおう、異例並みの表現だな。あ、あいつと一緒にしないでくれる。あんなド M 君と一緒にされちゃ気分悪いのよね。さっきの表現ぶりに、教室中の皆が困惑していた。榊とよく一緒にいた女子も言葉を失っているようだった。おい、榊、お前、マジかよ。ん？マジよ、わかんないの？榊、クルスが言ったことが本当なら、お前本当に三日月たちを殺す気だったのか？そうよ、だってあいつらうざいじゃん。うざいって。よく考えてよ、私らカレンたちに今までどれだけ振り回されてきた？イノのいじめに、サクラのいじめ、挙句の果てに先生たちまで巻き込んだりしてさ、やりたい放題やってたでしょ？ようやく反省したみたいだけどさ、ああいうやつってどうせ、地位を手に入れたらまた同じことを繰り返すに決まってんのよ。極めつきは桜が自殺しちゃったせいで私に被害が回ってきちゃっててね。被害？どういうことだ？本当だったんだ、自殺したのは。私さ、桜と最後に電話してんのよね。学校辞めてもしつこく私に電話してきたもんだから、うっかりいろいろと罵倒しちゃってさ、そしたら死んじゃったのよね。いや、こいつもやべえな。じゃあ桜が自殺したのって。うん、私、いや、学校にいる間は構ってあげるけどさ、なんで辞めたやつのことまで気にかけなきゃいけないわけ？ありえないじゃん。嘘だ。本当よ。なんか最後に通話したのが私だから、いろいろと面倒なことになっててさ、さくらの親からいろいろ聞かれてんのよ。ちょっと飛ばしちゃった。そのうちこの学校に調査に入るらしくって、私が疑われそうだったし、ことを大きくしてうやむやにしようかなって。それにさくらの自殺の要因も大体カレンたちのせいにできちゃうし、私が自殺の後押しをしちゃった件も、お涙ちょうだいのお話風にアレンジすれば、誰も私を責められないでしょ。ついでにカレンたちを排除して過ごしやすい環境を作るつもりだったんだけどね。木崎と入江は勝手に自滅してくれたけど、あいつらゴキブリみたいなクラスにいたしさ。三日月と雨宮を巻き込んだのはなぜだ。あいつらも一緒よ。カレンの暴走を静観して SSA 議官の凛に、八方美人でどっちつかずのクズな雨宮、こいつらもカレンを助長させたゴミよ。
カレンがいなくなったらこいつらのさ、がのさばるだけだしね。この4人さえいなくなれば後の連中はチロいやつらばっかりだし、どうしてこんなことができるんだ。きっかけは日崎の拷問を見たことかな。あれ超面白そうだったじゃん。カナが殴られてる時なんて笑いこらえるの必死だったんだから。私もああやってストレス発散したかったのよ。私は日崎と違って肉体的暴力じゃなくて精神的暴力の方が好みだけどね。渡瀬は絶望しきっているようで、もはや榊の話は入ってこないようだった。ペラ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 、わかんだけど、ペラ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 、よく喋るな、お前。いいじゃん、本音喋れなくてずっとうずうずしてたのよ。いいきっかけだし、思ってたこと全部話しちゃった。はぁ、すっきりした。これでカレンたちを殺せばもっとすっきりするんだけどな。おい。あ、ごめん、そういえばさっき間違えて作動させちゃったんだった。そんな、じゃあリンちゃんたちは、言うの？そんな顔しないでよ。ちゃんと復讐してあげたんだから感謝してよ。違う。すっきりしたんでしょ？カレンとあゆみにあんなことされてたんだもんね。あ、リンとシムのことは諦めてね。そんな。さて、あいつらどういう風にパニックってるかな？どれどれ？ああ、そういうことか。クリス、あんたやったわね。大正解！モニターには三日月たちの姿は映っていなかった。どういうことだ？こういうことよ。教室に三日月たちが入ってくる。どうやらはじめと牧島がうまくやってくれたようだ。牧島先生、それに君らは？はあ、しんどかった。うまくやれたぜ、相棒。はじめやるじゃねえか。えへへへ。そっか、牧島のあれ、私をあぶり出すためだけじゃなくて、こっちがあんたの本当の狙いだったわけね。そう、あれに二つの意味があるとは思わなかったろ。一つの答えを提示させれば、意外と人ってのはその先を考えないもんさ。それに牧島を名乗り出させたことでお前を焦らせた。そんな状態じゃそこまで頭回んないよな。あんたやるわね。こりゃ乾杯だわ。どういうこと？マイ、何言ってんの？こいつがこの事件の犯人だよ。詳しく説明するのだるいから話は後な。嘘でしょ。なんで私たちがさくらをいじめてたから？あー、違う違う、もうめんどくさいからクルスにでも聞いて、さっさと警察呼びなよ。完全に済みだし、これ随分諦めがいいな。なんかもういろいろすっきりした、いいわよ。結構気持ちいいくらい負けたし。みんなお騒がせしてごめんなさい。楽しかったわ、ありがとう。陽気に謝る榊に全員が引いていた。こいつはずっと我慢してたのかもな。多分理解者がいなかったんだ。誰に対しても仮面をつけたまま溜め続けたものがこういう形で爆発したんだろう。こいつの気持ちわからないでもない。俺はこんな境遇だから敵対する奴にそれをぶつけてこれた。それがたまたまだったら俺もこうなってたかもな。そして警察に連絡し、今回の罪人特定会議は幕を閉じた。警察が教室に来るまで榊は何も言わずにただ黙って待っていた。その間に三日月たちに今回のことを話すと、彼女たちもショックを隠せなかったようだ。やがて教室に警察が到着して、黒崎が教室であったことをすべて説明して榊は連行されることになった。大体の事情は分かりました。これから彼女を連行します。後ほど別の応援の人が来るんで、皆さんはその人の指示に従ってください。じゃあ榊さん、いいかな。マイ、何よ。なんでこんなことしたの？あのさ、全部言ったでしょ？あれが私の本音。そんなの嘘だよ。嘘だよね。そういうところよ。あんたに本音を話せなかった理由は。え？あんたじゃ私は理解できないってことよ。その証拠に今回私に騙されっぱなしだったじゃないの。あ、皮肉だけど、私を一番理解できてたのはクルスだけよ。それ以外はただのバカ。どいつもこいつもね。ずいぶん俺の評価高えやな。まあね、あんた最高じゃん。ああ、もっと早くあんたのこと知りたかったな。あんたなら本当の私でもうまくやれた気がしたのにね。無理無理。俺とお前じゃ毎日がサスペンスになるだけだ。あはは、それはそれで面白そうじゃん。屈託なく榊は笑う。とても今まで誰かを殺そうとしていた人間とは思えない笑顔だ。榊、最後に一つだけ聞かせろ。この事件全部お前一人で計画したのか？そうよ、全部私。それでいいじゃない。ダメだ、これ話す気ねえパターンだな。あ、でも一つだけ言っといてあげる。ほう。
多分あんたが思ってるほど甘くないと思うよ。私は失敗しちゃったし。へえ。私が言えるのはそれだけ。刑事さん、もういいから早く連れてってよ。ああ、うん。瀬崎くん、君はここでみんなの話を聞いといて、応援が来るまででいいからさ。わかりました。じゃあ、おとなしくついてきて。じゃあ、まったねー。はあ、とんでもないことになったわ。とりあえず応援の警察が来るまでここで待機だったわ。ね、早く帰りたいのに。しばらく待機か、教室内の様子を見て回るか。え？終わらんの？終わらんの？といったところで、今日はこの辺で終わりたいと思います。どういうことだ？これ全く新しい話なんだぞ。残り、チャプター4だけですからね。まぁ、ちょっと回ってまた、真実がわかるのかも。はい。それではまた、次回もよろしくお願いします。ではまた。